皆さんこんにちは、ネイリストリサです。今日はこちらのキャンドルネイルをやってみたいと思います。こちらの白いジェルでふわふわしてるのがキャンドルが溶けてる感じをイメージしてます。それではやってみたいと思います。ではまずはじめに白いジェルで塗っていきたいと思います。はい、ではライトに入れていきます。では色をのせていきたいと思います。まずはじめにこちらのピンク色をのせていきます。ピンク色を4分の1ぐらいのせていきます。では筆を拭き取って次に水色をのせていきます。次に黄色をのせていきます。では最後にこちらのオレンジをのせていきます。では軽くぼかしていきます。ではライトに入れていきたいと思います。はい、では次にミキシングジェルをのせていきます。ではこちらの上に少し柔らかめの白のジェルを色と色の間にのせていきます。ではこんな感じにのせていきます。こちらを
していきます。ちょっと色が隠れてしまったら色を拭って取っていきます。こんな感じでライトに入れていきます。ではこちらをトップコートで仕上げていきます。まずはツヤのあるトップコートで仕上げていきます。ではライトに入れていきます。ツヤのあるトップコートジェルで仕上げてみました。これだけでもとっても可愛いです。次にこちらのマットコートを塗って仕上げてみます。マットコートもちょっと質感が変わってすごく可愛い仕上がりになります。はい、ではライトに入れていきます。はい、ではこちらの表面を拭き取っていきます。拭き取るとマットコートの仕上がりになります。こんな感じに仕上がりました。先ほどのツヤのある方と比べてみます。なんか全然違う感じの仕上がりに印象になります。どっちも可愛いです。例えばまずはじめにツヤなしの方を楽しんで、その後にお手持ちのトップコートなどを塗ってツヤありを楽しむのもありだと思います。皆さんもぜひ試してみてください。この動画が良かったらグッドボタンかチャンネル登録をお願いします。